多くのギャラリーが見守る中、エリエールゴルフクラブ松山で今日開幕した第42回大王製紙エリエールレディスオープン。ランキング上位の山下美夢有、シン・ジエ、岩井明愛らによる年間女王争いに注目が集まりました。山下は立ち上がりで連続バーディーを奪い好スタートを切りますが、その後はスコアを伸ばせず2アンダーの34位タイで初日を終えます。初日のトップに立ったのは岩井千怜。4連続を含む8つのバーディーを奪い8アンダー63の好スコア発進です。連覇を狙う藤田さいきは原恵梨香、上田桃子らとともに首位と4打差の4アンダー13位タイです。なお地元松山市出身の河本結衣は3アンダーの22位タイでした。今日から4日間の日程で熱い戦いが繰り広げられる第42回大王製紙エリエールレディスオープン。土曜日曜に行われる決勝ラウンドの模様は南海放送テレビで放送します。